3月6日、小牧市内の中学校全9校で卒業証書授与式が行われました。篠岡中学校では保護者や在校生が見守る中、卒業生が体育館に入場し式が始まりました。今年度篠岡中学校では男子51人、女子29人の合わせて80人が卒業しました。小牧市立篠岡中学校第71回卒業証書授与式を始めます。式では和田学校長から一人一人に卒業証書が手渡されました。石川大元、石川和樹、式辞では和田校長から手を握りしめたとき親指が自然と小指を見るように、苦しいときも必ず誰かが見守ってくれていますと卒業生にエールを送りました。そのとき歯を食いしばり手を握りしめ、親指と小指を合わせてください。必ず誰かがあなたを見守っていてくれます。送別の言葉では在校生が卒業生に感謝と別れの言葉と旅立つ君への合唱を送りました。旅立ちの言葉では卒業生が在校生や先生、保護者に感謝の気持ちを伝えます。お世話になった先生に思いを伝える場面では感情があふれてしまう卒業生の姿も見られました。楽しかったです。この後卒業生が心を一つにして合唱曲群青を披露しました。最後は校歌を斉唱しました。すごく先生方や仲間への感謝の気持ちでいっぱいで、今まで育ててくれた両親にもすごく感謝の気持ちでいっぱいです。篠岡中学校で学んだことや先生方が教えてくださったことを生かして自分の目標や夢に向かって一生懸命努力していきたいと思います。次回の小牧市政だよりは小牧にぎわいフェスティバルの模様をお送りします。